田植え現場の指定コンビと健介勝彦の親子タッグが激突。健介の首を取ってきます。田植え社長本気モード、ノア VS ダイヤモンドリング指定タッグ対決。田植え明、平柳現場組対佐々木健介、中島勝彦組。ノア初進出、両国大会の第3試合はノア対ダイヤモンドリング指定タッグ対決です。スポーツの世界のみならず、さまざまなジャンルにおいて指定関係、固定関係というのはあるものですが、ことこのプロレス界においてはより深いつながりがあると言っても過言ではないでしょう。もはや親子以上の絆を築き上げていますダイヤモンドリングの2人です。前に行きます中島勝彦、そしてその後ろ佐々木健介。健介オフィスからダイヤモンドリングに変わっても、その絆の深さに変わりは、そして違いはありません。戦いの夏に向け、そして走り抜ける夏に向け、その表情にも精悍さが増してきました佐々木健介です。先に中島勝彦が、そして今両国のリングに向かう集中力をより一層高め、ダイヤモンドリングの指定タッグ、佐々木健介、中島和彦、ノア初進出、両国のリングに立ちました。ノア初進出のこの両国大会を前に、ある年誰よりも感慨にふけっていたのは赤いショートタイツ田植え明かもしれません。十両玉木麟、あの力士としての時以来、実に25年ぶりに両国の戦いの舞台に立ちます。果たしてこれがかつての弟子と言えるのか、そのパートナーは平柳現場、そしてプロレスラーとして初めて両国の地に立ちました田植え明です。30分一本勝負、ノア対ダイヤモンドリング指定タッグ対決、田植え明、平柳現場組対ダイヤモンドリング佐々木健介、中島勝彦組です。さあ、やる気満々田植え明先発、いやそうではなく、弟子の平柳が勝手にコーナーに下がったと見た方がいいかもしれません。さあ、田植え先発を見て健介出ましたが、ちょっとこれは流れがおかしいとばかりに田植えが一旦コーナーを見ましたが、西さん、はい、大田植えコールですね。そうですね。まあやっぱり今日の試合ね、はい、どんなことが起こるか、まあ佐々木選手と、ね、中島選手は胸のあたりと、はい、顔のあたりに何か飛んでくるものを気をつけないといけませんね。確かにその通りですね。あ、もう早くもタッチの構え、これは立場逆転と言いましょうか。西さん、師匠がこうしてくれという願いに対して弟子は断れますか。いやそ、まあ、現場選手ならではなんですけども、まあ、いつものパターンですかね。なるほど。さあ、腕を取りました田植え、ぐらっと腕をひねっていきます。大正と大地田植え明、25年ぶりに両国の地を踏んでいます。それに対します佐々木健介、その太い腕、その飼いな力で手首を切り返していきました。おっという、その田植えの悲鳴にも似た声が漏れてきました。ダイヤモンドリングの佐々木健介、中島和彦の2人はもう言わずと知れた相方絆の2人ですが、おっと今足を踏んで切り替えました。腕を取って、さあこれならタッチ、おっと頭をベチンと、これはもういい加減にしろ、早くタッチをしようというような、ちょっと兄さんストレスも早くも溜まっているようですね。そうですね、お互いやりづらいんでしょうね、これは。やりづらい、そうかもしれません。まあ、なんと言いましても、平柳が入門して半年くらい経ってから、この平柳は田植えの付き人になりました。それから実に7年間にもわたり付き人を務めたんですが、そんな面影は全くありません。いや、それにしましても、これあえてチョップを挑んでくるあたりが、まあ、平柳らしいと言いましょうか、無謀と言いましょうか。そうですね、まあ、
いずれね、自分も受けることになちょっと待ってください、今打ってみろと胸を出しましたよ。さあ両国いっぱいに響くでしょう。お、しかしすぐ立ち上がった、連発できた。お、3連発。お、さらにさらに平柳も簡単には下がりませんで、なんとか胸を出して3発食らいました。おっと、いや、ここは中島克彦弟子が加勢します。さあ来た、連発できます。まあ、相撲の世界でも張り手ですとか、いろんなそのぶつかる時の迫力ある音はあるんですけれども、それにも負けないすごい音ですね。そうですね、まあ、体重差もありますしね、はい、まあ、でもよく受けましたね。確かにそうですね、平柳受け切りました。このあたりは評価されても、おっと、また無謀なことをします。おそらくこのタックですと、おっと後頭部、これ多分平柳がある程度無茶無理をしても田植え達成に行きますかね。いやー、来ないんじゃないですか。ちょっとそのあたりも不安なんですが、まあこの鉄の連携を誇ります健介勝彦、まあ、この2人のコンビネーションには全く不安がありません。対する田植えと平柳、まあ、田植えから見ますと平柳はよくもここまでグレてしまったなというような、そんな弟子かもしれませんが、さあコーナーパットに打ち付けます。中島克彦、そして平柳玄馬、 GHC のジュニアのベルトをかけて戦った間柄でもありますが、あのジュニアのベルトをかけて戦った時には、まあ、平柳もそのラフファイトは当然あったんですが、はい、非常にいいファイトもね繰り広げましたね。そうなんですよね、まあ、いろんなことをやりますけれども、まあ、実は秘めた、はい、投手といいますかね、強いものを持ってますよね。そうですね、そのあたりが、あるいはこの小ずるいところも健介を惑わす、そんな攻撃があるかもしれませんが、キッチンシンク一撃一撃が、さあ逆一本、本当にきつい一発一発が入っていきます。どっしりカバーに入りました健介、ツーカウントです。まあ、何しろ15でプロレスデビューしてからずっとこの健介と共に行動をしています中島克彦も24歳になりました。そして前から後ろから後頭部にもきつい一撃、前からはチョップ、何が来るか、ロニャットかわしていった、バカーと下から勝ち上げました。明らかな反則攻撃ですが、さあこれを見て田植えがリングの中、顔面ハイキック捉えて、おーっと胸板、田植えの胸板もう輪っか、顔面ハイキック、しかし健介を倒しました。さあ田植えもどのぐらいハッスルしてくるでしょうか。対角線に振りました、ラリアットを打ちます。相撲をやっていた頃とはこの両国の雰囲気も随分違うなと試合前に話していた田植えですが、喉まで落としていった、自らの代名詞、喉落としはカウント2。さあ田植えのやる気、そしてこの気迫がどのくらい健介を崩していくかどうか。バックに回る、お、まさか俺が田植えが出るかどうか、エルボーで現役、もう1回顔面ハイキック、ラリアット、何かこう大木が崩れ落ちるような。そうですね、あの田植え選手もあの体をね絞ってるような感じがしますね、はい、そうですね、体重では120キロですが、少しそれよりは落としているかもしれませんが、さあそれに対して若さあふれます中島克彦のミドルキック入ります。さあ指定の連携出るか、前からラリアット、さらに克彦はニュートラルコーナー、何を狙ってくるかどうか。今田植えを背にしていますが、くるっと1回転、今度はリングの中を向いています、飛んでいってミサイルラッシャー、胸板を貫きました中島克彦、ツーカウント。こういう場合は弟子はカットに入らなきゃいけないと思うんですが、そうですね、ずっと座って見てますよね、何もしてませんからね、はい、平柳はね。さあ足を捉えて、おーおー、ドラゴンスクリュー、これはちょっとびっくりしましたよ。びっくりしましたね、未だかつてどのくらい見た回数があるでしょうか、ほとんど見た覚えがありませんが、いやー来ました、西さんこれですね。そうですね、いろんなものが飛んできます。エルボー落ちます、エルボーの打ち合いになりました。だいぶ田植えはダメージ溜まりましたから、平柳はある程度人、おっとここはうまく逃げた、これもかわした、どうする、あっとこれも逃げて、さあと掴んだ掴んだ、握っているが、これも明らかな反則です。そのまま両腕を取った、投げるか落とすか、狙ってくるのは、おーっとまた新距離、
ブレンバスターの掛け声一つ切り返していったのはガス彦垂直落下、あっという間に勝負を決めるか。さあ対象同士がリングの中、健介が田植えを今カットします。さあ来るか来るか、狙ってくるのは鬼嫁殺し、脳天にヒット。家族の絆が試されるこの夏、鬼嫁殺しを今健介が打ちました。と後ろから2人とも握っている、なんとなんとそのまま引っこ抜くか。おっと胸板、ラリアット至近距離、強烈すぎるラリアット、そして胸板蹴り上げた、3つカウント文句なし。いやもう畳みかけたらあっという間でしたね。そうですね、でも見せ場作りましたね。そうですね、いやいや、しかしこの改めてダイヤモンドリーグ、テニスで勝つ人の絆の深さ、連携の強さ、そのあたりを改めて見ることになりましたが、おただファウルも平柳が腕を取って、このあたりはいかにも、ま、師弟の間柄というような弟子を気遣う師匠の姿がありました。勝負タイムは7分39秒、最後はラリアットミドルキックの連発でこの平柳現場から3カウントを中島が奪っています。ノアの初進出の両国大会第3試合指定タッグ対決はダイヤモンドリングの圧勝とお伝えしておきましょう。健介、勝彦の2人がこのノアの両国のマットで見事な白星を挙げています。最後は両国のファンに大きな勝ち時を挙げましたダイヤモンドリングの2人です。